こんにちは、山田です。今日は特に顔は出していきませんというのは、今日は料理動画をお送りしたいと思います。僕普段料理するときメニューを見ないんですけど、やっていくうちになんかメニューを見ないみたいな意地が出てきてしまって、ずっとメニュー見ないでいつも料理してるんですけど、今日はそんな中ペペロンチーノをイメージで作っていきたいと思います。昨日スーパーで食材買ってきたので、昨日の動画ですね。今日はそれを使ってイメージでペペロンチーノ、簡単そうじゃないですか、作っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。とりあえずお湯が必要かなと。もう入れる食材は、なんか昨日買ったホタテの貝柱みたいなやつと、ブロッコリーと、なんかペペロンチーノってキノコとか入ってそうじゃないですか。なんかキノコにしたいと思います。お湯が沸くのを待ってる間に、ちなみにちゃんと料理始める前に手は洗ってきました。どんぐらいかな。多めにやりすぎたかな。一応水で軽く洗っておきます。これを出しておこうかな。こういう感じ。なんかエクアドル魚が全然売ってなくて、ようやく買ったのがこのただの貝柱でした。先にキノコを切っておこうかな。半分サイズぐらいかな。こんなもんか。あとはちょっと貝柱も、貝柱7も半分サイズに。ブロッコリーを茹でておこうかな。こんな感じ。いい感じ。どんぐらい茹でんだろう、これ。わかんないですね。洗ったけど。使うか。こんなもんかな。色がついたら良さそう。このパスタ、昨日スーパーで400g、 1ドルぐらいだったかな。 0.9g、 0.9 ドルぐらいだった。ブロッコリー終了。こうする必要ないか。このブロッコリーを避難。うまそう。ブロッコリーうまそう。ブロッコリーの茹で汁でパスタを作っちゃいます。いいのかな。大丈夫でしょう。なんか塩を入れてるのをよく見るので、なんでかわかんないけど塩を入れておきます。おお、結構いいね。ペペロンチーノって何？塩コショウ。多分なんか油、オリーブオイルとかなんだろうけど、ないからごま油にします。大丈夫でした。ちょっとニンニクもないからペースト状のニンニクにします。大丈夫でしょう。七味みたいなの入れるか。なんか昨日七味っぽいから買ってみたんだけど、なんか匂いがちょっと違うんだよね。いや、うん、でも多分唐辛子でしょ。絵がそうだもんね。もういいね、いいね。じゃあ待ってる間に具材の方かな。とりあえずごま油でごまかしちゃおう。
なんだろう。うん、硬いな。そしたら、きのこです。最後この辺で一回塩コショウ。おお、華麗なフライパンさばき。あ、ニンニク入れた方が良かったかな。これ一旦出忘れちゃった。良さそうだね。麺ができたので、麺入れる前にニンニクペーストを入れておきます。入れすぎ、まあいいか。ニンニクを絡ませて、うん、いい感じ。ここにパスタを挟むやつがないから、このまま。あ、麺が。いけいけ。よし。これであとは、ね、炒めていけば、ちょっと炒める前に、もう一回麺に塩コショウを。よし、こんなもんでしょ。ペロンチーノってこんな感じですよね。麺が圧倒的に多いな。最後にこのよくわからない七味っぽいやつ、七味っぽいやつもう軽く入れて、何でしょう、中華完成です。どうでしょう、イメージで作るペペロンチーノ。ペペロンチーノっぽくない？で、これあとはこの置いといたお皿に、あれ、適当に盛ると。盛り付けのセンス、こんなんでいいのか、大丈夫か。これあったらみんなで、同居してる人たちでまたベッド食べます。いや、ということで完成しました。イメージで作るペペロンチーノ、思ったよりいい感じだと思うんですよね。ということで、まあ、これを食べるだけなので、今日はここまでにしたいと思います。よし、完成。じゃあ今日も動画見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。